本日は2024年明治スタジアム J1 リーグ第10節プレイザープレイエキサイトマッチ川崎フロンターレとジャワーズ戦にご来場くださいまして誠にありがとうございます。また浦和ロックのサポーターの皆さん、本日は審判団及び両チームのスターリングメンバーを発表いたします。はじめに本日の審判団の紹介です。レフェリー佐藤隆二、アシスタントレフェリー野村治、大塚春日、放送記者垣沼徹、ビデオアシスタントレフェリー池内明彦、アシスタントビデオアシスタントレフェリー西橋美沙、マチコミショナー石井秀明、以上の審判団です。続いて2次には浦和ロックのスターリングメンバーです。1番ゴールキーパー西川俊作、2番ディフェンダー酒井宏樹、4番ディフェンダー岩上拓也、28番ディフェンダーアレクサンダー翔吾、6番ディフェンダー14番ミッドフィルダー関根隆弘、3番ミッドフィルダー伊藤敦樹、22番ミッドフィルダー柴田海也、8番ミッドフィルダー小泉美汐、33番フォワード江坂明夢、15番フォワード秋元貴弘、続いてサブセレブです。12番ゴールキーパー鈴木残能、13番ディフェンダー水川智也、24番ディフェンダー宮本優太、21番ミッドフィルダー大久保智明、27番ミッドフィルダー松坂大、40番ミッドフィルダー平野美一、7番フォワードキャスター・ユンカー、そして監督リカルド・ロドリゲス、以上浦和レッズのメンバーでした。13番、ディフェン
だ。やばい。ミキ。チャリンジ勝負。ごめんなさい。そしてダゾーンでご視聴の皆さんも顔にマフラーとペンライトを掲げてペイペクトブルーのフレーズのもとピッタマスクとともにスタジアムをブルーに染めて選手を迎えてください。ご声援は心の中でお願いいたします。Oh.
お待たせいたしました。